どうも、谷パさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回はですね、こちら、ライブ配信などでいろいろやりまして、なおかつ、受信機のアップデートをやりましたよね。それでですね、今日は、この GYD550 のジャイロを乗せさせていただきまして、ジャイロ設定をしていこうかな、ということで。まあ一応ね、全部いろいろ、しっかりと、線はね、処理いたしましたので、あとは、まあその手順というか、やっていこうかなと思っております。まあ、ちょっと今電源入れて、はい。こっち電源入れて、はい。一応ね、もう、こちら見ていただけると、僕、この、全部 ESC リンクしましたんで、真ん中が、スロットルの回転数だったり温度センサーだったりいろいろね、できるようにいたしました。これかな、はい、見えますかね、はいはい、こんなになりましたね。それでこれからですね、ジャイロの方を設定していきたいと思いますんで、やっていきましょう。はい、こちらで、ちょっとこれからセットしていきたいと思いますけど、僕はジャイロをこちらに取り付けてます。で、今ちょっと電源を入れた状態なんですけど、ランプがついていませんね。なのでちょっとジャイロ感度がない状態だと思います。で、接続の方はですね、まあ、こちらの取説にあるようにこの、接続方法でやっております。はい、受信機1番を RX につないで、サーボと、SE ね、つないでおります。そして、3番と、真ん中の GN をつないで、やってるという感じですね。はい、このように整えました。で、ここからですね、こちらのセッティングをしていきたいと思うんですけれども、こちらね、反応はするんですよ。で、切れ角もね、まだまだ、余裕あるような感じなんで、で、ね、アクセルもちゃんと動くし、ね、なるんですけど、これね、ジャイロ感度がつかないんです、今ね。で、なぜかと言いますとですね、これ、まず最初に、はい、ジャイロミキシング、これをオンにしてあげなきゃいけないみたいなんです。で、これを今、3チャンネルが、受信でいきますので、3チャンネル目に、合わせます。そうするとノーマルとか出るんで、そうするとほらランプが今つきました。先ほどランプはついてなかったんですけど、今ランプはつきました。それでここでここのボタン、原因のとこをノーマルとかね、 ABC モードって押すと変わるっていう、もうこれのオンの仕方がわからなかったので、皆さんミキシングのところのオンを絶対してください。ここですね。はい、そうすると消えちゃいますね、ほら。ちょっと分かりづらいけど。これオンにすると、今、で、チャンチャンネルか。そうすると、はい、緑色に光ってます。っていうことのシーンですね。そうすると、一応、触れると動くんですけど、ね。はい、ちょっと分かりづらいですね、これだと。今、35ぐらいなんで。はい。で、これをマックス、100とかにすると、ほら、ちょっと揺れるでしょ。動きます。ケツ動かすと揺れる。これもチカチカしてるんで。ってなりますよね。だけど、これだと、調整わざわざこのページ開かなきゃいけないんで、ここから、ダイヤル設定で、こちらのところ、このつまみのとこダイヤルなんで、ここに合わせてあげるんですね。それで、ここから、ジャイロゲインを選択すると、はい、見てください、ここで、はい、ノーマル100いくつ、さっきの設定ですね。で、それでそのままずっと120たーっと下ろしていくと、はい、 ABC モードになりました。 ABCS モード、はい。
で120まで行くということで、でこれ見ていただくと今赤くランプ光ってると思うんですけどね、こちらね、これ回していきますね。はい、あ今逆か、で回していきますと、はい、緑になりました。ちょっとこっち拾っちゃってるか。はい、赤、はい、緑っていう風にできるそうです。僕だこれが分かんなかったから、ちょっと最初ねランプがつかなかったんで、ええー、と思って、まあ、ちょっと僕 ABC モードにしときましょう。まあ、感度まあ80ぐらい、88ぐらいにしとこうかな。はい、86だから86にしとこうね。はい、まあそんなのはいいんです。とりあえずそれで設定は OK ですね。はい、でここからです。ここからこちらのメニューに行っていただいて、そしてアクセサリー行くと、こっちだと ESC のコントロールで、こっちはジャイロリンクっていうのね、これを押すと、はい、で今僕1チャンネルにつけてますよね。だから1チャンネルのところに押します。そうすると接続されて、あ来ました、はい、 GYD550、 はい、基本設定ここからです。でまずは一番のここに SR モードとかあるんですけど、これはまあノーマルでいきましょう。僕ちょっと SR モードはちょっとよくわからないんで、まあちょっとなんかね、サーボが速くなるどうこうの話らしいんですけど、まあ一旦ノーマルでいきたいと思います。そして、まずはですね、一番やりたいのは、これを振った時に、はい。これ振った時に、はい。ケツ振られる時に、このカウンターが逆切んなきゃいけないんですけど、これ、まあ、多分、このジャイロの配置によってなんで、この向きだと多分、逆向きなんですよね。切った方にこれが切れちゃうんで、そうすると、ね、カウンターが当たりません。てなので、ここ、リバースってありますね。これ、リバースモードにしてあげます。そうすると、ほら、逆になった。これですね。これでうまいこと、はい、カウンターが当たるようになりました。そこで、あとはですね、で、これ、右に切ります。あ、まず、左にしようかな。左、切ります。で、その時は、こちら40ね。40になってますね。で、これをどんどん足していきます。はい。足していくと、これハンドルが切れてきます。それで、ハンドルがマックス切れるところまで行ってあげましょう。これ結構、これ以上行かないみたいなところまでね。このぐらいかな？はい、このぐらいです。64。ね。で、今度は逆側行きます。はい。逆側行って。どうですかね。よいしょ。このぐらいかな？はい。では、この辺にしましょう。はい。そしたら、書き込みます。はい。書き込みました。あとはね、このジャイロデータ1っていうのは、ちょっとね、これはダンパーとかなんで、ダンパーとかダンパーポイントとか、これちょっと走らせてみないとちょっとわからないので、ちょっと、一回走らせてからね、いろいろやっていきたいと思います。まあ、あとこのリターンとかね、これもいろいろもあると思うので、これは、後ほど、やっていきたいと思います。まあ、一応書き込んでいきましょうか。はい。ということでですね、今ちょうど、ABC モードになってるんで、これでですね、一応、ジャイロ設定終了です。まあ、細かい設定はちょっとね、走らせながらやっていきたいと思いますけれど、これで、準備は OK です。
お、いいね。いいんじゃない？あとは逆の回転ね。一回ね、鉄を流し切っちゃえば、ほら、ね。お、いいじゃん、いいじゃん。バッチリですね。うん、あ、全然コントロールしやすいわ。あとはそのハンチングだったり、もうちょっと強めにしたりっていう感じかな。はい、これですね、ちょっと走らせてみましたけども、ちょっとね、若干の調整は必要ですね。なんかちょっとね、こう左回りね。左回りがね、一応カウンター当たって戻りがちょっといまいちなので、まぁ、ちょっとハイゲインにしてみたりすると戻ったりとか、ちょっとね、いろいろちょっと、コース走らせて、ちょっと本当に、あとはこの、ジャイロの効き具合とか、あとはこの切れ角とかもね、ちょっとしっかりとこう見とかなきゃいけないのかなっていう部分とかもあるので、もろもろセッティングしてみたいと思います。まあ一旦はちょっとジャイロをね、GYD550 がこっちの 7PX からコントロールできるということがね、今回はできるようになったんで、まあちょっとそれをね、つなげるようにはできました。ね。残るはもうセッティングのみということで。バッチリな、ドリラジができたんじゃないでしょうか。そしたらですね、あとは、ボディ乗せて、走らせたいと思います。まぁ、ちょっと今度はボディ乗せのね、動画の方もアップしたいと思いますんで、皆さん楽しみください。今回はこんな感じの動画でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価の方をお願いいたします。以上、谷プラさんでした。バイバイ。この辺ね、ドローンさせていただきます。ドローン、ドローン。新しい材料、最高。ありがとうございました。